国道471号終点岐阜県高山市、国道158号鉱山方面より見た、平湯石口交差点国道471号は、石川県白石から岐阜県高山市に至る、一般国道である。岐阜県東河合町のなら、峠入り口付近この先、富山市青町地区までの区間で通行できない日が多い。石川県と岐阜県北部を結ぶ、 一般国道で、石川県白石市の中央町南交差点から、富山県西部を横断し、富山、岐阜県境付近の奈良峠を越えて、高山市奥平温泉号平湯の国道158号に、達する。岐阜、富山県境付近の奈良峠を含む区間は、全国屈指のいわゆる、国道になっていて、豪雪地帯の山越えであるため11月中旬から6月、 初旬まで冬季閉鎖が実施される。自然災害による被害を受けやすい奥飛騨の山岳地域を通過すると山市南部の八尾町地区から岐阜県飛騨市の河合町地区までの区間は冬季閉鎖期間後も補修工事のため通行止めという規制標識が立つ日が圧倒的に多く、一年の大半は通行できない日が続くことから開かずの国道と言われることがある。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、南都市高瀬の高瀬神社前で、南都市稲見地域の中心に位置する六角道交差点、国道472号との長福区間奈良峠付近と山飛田間のアクセスルートは、国道471号に並行する国道41号がメインであることから、 この国道471号を利用して、富山、日田間を往復するドライバーは、ほとんどおらず、交通量は極端に少ない。日田市の国道3 6十号以北、国道472号と重複する、奈良峠越えの道は、普通車1台分の道幅しかなく、路面に落石が転がり、アスファルト舗装から雑草が生えている。場所により、アスファルト舗装はされているが、ダートと、 見分けがつかないようなところもある。豪雪地のため、雪の重みで道路標識が変形していたり、支柱から落ちてしまったものも多く見かける。川沿いのところも、川床と高低差があってもガードレールの設置がない、境外道路が続く。奈良峠の前後して、ヘアピンカーブがある。標高1220メートルの奈良峠は、富山、 岐阜県境より4キロメートルほど南側にある。奈良峠付近の線形は、険しいつづら折れが続く、山岳道路である。国道41号との重複岐阜県飛騨市、古川町子駒小ま目トンネル橋梁道の駅石川県白衣群、宝達清水町宿国道8号との交差と山県、小矢部市安楽寺。ありがとうございます。